や、ちょっと私もう一回食べてみようかな、本当に意外と大丈夫だった。なんで、でも、でもな、真帆ちゃんとか納豆すごい好きだもんね。大好きです。で、納豆家で作ったこともあるんで、そうだよ、ガンガン匂いとかも大丈夫なんですけど、これちょっと生臭いんですよね。ちょっとそれが苦手だったかも。だけど本当にトイレの匂い、なんか、そうそう、納豆も、だから私食べられないもの本当少ないんですよ、この世の中で。勇気ある陽子さん、普通に美味しそうに食べてるっていう、そう、すごい。なんかこのしょっぱい、すごいしょっぱいから、それとともに臭いのがぶわってくるんだけど、なんか一緒に食べるじゃがいもとサワークリームで結構緩和されて、え、全然大丈夫だった。え、すごい陽子さん、私だって飲み込めなかったもん。入ってたよね。赤玉ねぎもなんかこうすっきりっていうか、ちょっと味が濃いからいいのかもしれない、うんうん、実は私赤の生の玉ねぎも食べれなくて苦手。ええ。だけどこれは臭みを消してくれるのかなと思って食べて、うん、それもダブルパンチだったのかな。いやいやいや、それ玉ねぎの味とか気にならないぐらい。そう、本当玉ねぎがどうのこうのとかもうどうでもいいみたい。2人で芋もくもく食べてそう。こんなにジャガイモ美味しいと思ったことはない。もう一個食べてみようか。あ、食べないよ、食べないよ、意外と。そう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 、食べられない、食べられない。いやいや、本当だね。人生で最後の種類、それ意外とハマるかもしれない。いや、2人ともすごいわ。ちょっと魚多いて、魚多めだったんだよね。うん、すごい。そっか、やっぱり臭い、やっぱり。あ、でも閉めた方が臭い。鼻を閉めてもダメ、鼻を開けてもダメ。でもさ、やっぱりさ、罰ゲームとかはこれだけ食べるからちょっとウエーってなるけど、ちゃんとした食べ方はやっぱり一度は試した方がいいよね、料理としてね。料理として、うん。